アレクサンダー・コセンコーは、キルギス・ソビエト社会主義共和国出身のドイツの陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒14、200メートルで20秒43の自己ベストを持つ。35歳を超えても国際大会で活躍し、37歳で出場した2014年ヨーロッパ選手権の男子400メートルリレーにおいて、 この種目における最年長メダリスト記録とファイナリスト記録を塗り替えた。100メートル、200メートル、室内60メートルの35歳以上ドイツ最高、記録保持者でもある。キルギスソビエト社会主義共和国の注意集、特膜に生まれる。ドイツ人の母を持ち、1991年にドイツへ移住した。キルギス時代はサッカーを経験。2001年、 ドイツ選手権の男子200メートルを20秒64で初めて制すると初出場となった8月の世界選手権男子200メートルでは2001年ドイツランク1位の記録となる20秒63をマークした2003年ドイツ選手権の男子100メートルを10秒25で初めて制すると8月には男子100メートルで 自己ベスト及び2003年ドイツランク1位の記録となる10秒14をマークした。2010年33歳ながらドイツ選手権の男子100メートルを10秒29で制し3年ぶり3度目の優勝を成し遂げた。2014年8月37歳で出場したヨーロッパ選手権の男子400メートルリレーでは3、層を務めると決勝で ドイツ記録に迫る38秒09をマーク。イギリスには、敗れたものの銀メダル獲得に貢献した。また、37歳156日で、メダリストとファイナリストになった、古戦校は、イタリアのマウリツィオ・チェックチーが持つ男子400メートル、リレーの最年長メダリスト記録とファイナリスト記録を塗り替えた。2015年5月、 世界リレーの男子400メートルリレーと4200メートルリレーに出場すると400メートルリレーは3層を務めて決勝に進出し39秒40で8位に終わったものの2016年リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得に貢献した4200メートルリレーではアンカーを務め予選を1分21秒46のドイツ記録で突破 決勝では1分22秒65とタイムを落としたもののジャマイカ、フランスに次ぐ3位に入り、銅メダル獲得に貢献した。2015年8月、38歳で出場した北京、世界選手権の男子400メートルリレーでは3、層を務めると、決勝で38秒15の好タイムをマーク。3位のカナダには0秒02差で敗れ惜しくもメダルは、 逃したが、4位入賞に貢献した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。備考欄の記録は、当時のもの優勝したドイツ選手権を記載。アレクサンドル・カゼンカウ・モーティブ・アー・ユルト・ツーム・ハイム・シュピール。ドイツ陸上競技連盟。2015年9月26日閲覧。アレクサンドル・カゼンカウ・イムポルトレー。スポートスカウ。2015年9月7日閲覧。 ファラ S5000 メートルウィンワンオブファイブゴールズフォーブリテンオンファイナルデイオブヨーロピアンチャンピオンシップス国際陸上競技連盟2016年3月21日閲覧2015年世界リレー男子400メートルリレー決勝リザルト国際陸上競技連盟2016年3月21日閲覧アオホブロンズフュア DLV マナーウーバー 4X200 メーター。ドイツ陸上競技連盟。2015年9月24日閲覧。ネクスタルンでデ,デアボルトショー DLV。スプリンターフィルタ。ドイツ陸上競技連盟。2015年9月24日閲覧。ABCD ドイチセニオレンベサリースタンギンドイツ陸上競技連盟2017年7月9日。閲覧 AB ドイチセニオレン。 ハロワンベサリースタンギンドイツ陸上競技連盟2017年7月9日、閲覧。ありがとうございます。